北島先生、本日もよろしくお願いいたします。本日はですね、神の7秒間の購入者の方からご質問いただいているんですけれども、バルクアップするためにですね、動画の中で、スーパーセットですとか、ドロップダウンセットとか、そういったことをご説明されているんですけども、ご説明いただいているんですけども、それだと、パンプアップには使えると思うんですけども、その追い込み方、神の7秒間引き出す方法としては、あまり向いてないような気がするんですけど、そのあたりちょっと教えてくださいってことですので、よろしくお願いいたします。まずですね、このドロップダウンセットとですね、スーパーセットの方の説明を、知らない人のためにしたいと思うんですけど、ドロップダウンセットっていうのはですね、最初の3セット目の一番追い込みのセットの時にですね、例えば100キロが上がっ、3回しか上がらなかったとしたら、そのまんま、バーを握ったままラックにかけてもらって、ベンチプレスの場合ですね、100キロだとしたら、ベンチプレス100キロで3回上がったらラックオフして、そのまま握ったまんまでウエイトを軽くして70キロに変えて、今度は、また8回できたとして、で、またそのまんまラックにかけて手を離さないで、で、40キロにして、あと10回できるところまでやるっていうような、だんだん下げていくのがドロップダウンセット、ドロップダウンですね。で、スーパーセットっていうのはですね、2種目の、違った種目を、1セット目、2セット目、交互にやっていくわけですね。それぞれの、目的があってやっていくわけですけれども、これはですね、扱う重量ややるタイミングによって、パンプアップにもバルクアップにも使うことができるんですね。で、まずですね、バルクアップ、その、神の7秒間の域では特にその、アドレナリンを出して、限界を超える7秒間の中に、何秒間か足を踏み入れれば、バルクアップするスイッチが入るということで説明しているわけですけど、その理論でいくと、一番重い重さのところとか1セットにしか効果がない、7秒間は出ないじゃないかっていう話が出てくると思うんですけど、まず先にスーパーセットの方をですね、説明するとですね、スーパーセットっていうのはですね、2種目以上がスーパーセットなんですけど、特に今回紹介しているのは、拮抗筋を鍛える。拮抗筋って、例えば二頭筋の反対側、曲げるときに使う筋肉の反対側に伸ばすときに使う筋肉っていう、この相反する筋肉ですね。これをですね、やった後に次に行くことによってですね、この減圧法っていう方法が使えてですね、こっちを限界まで追い込んだ後にこっちを限界まで追い込むと、神経が、もう、麻痺をしているので、こっちに出力を出しているので、こっちは全然疲れてないと感じて、3セット目に行くまでの間にですね、パワーが回復するんですよね。ですから、より追い込むことができるというのが、減圧法のメリットですね。ですから、スーパーセットで二頭筋やった後に三頭筋をやってあげることによって、アドレナリンもすごい絶好調に出てるし、この神経を騙してですね、さらに、拮抗筋の方を疲れている状態でも、それ以上のパワーを出せるので、限界を引き出すのには非常に有効ですね。ですから、パンプアップの時も、両方やることによってパンプもしやすくなるんですけども、ヘビーな重さでも、そのスーパーセットっていうのは、より効果的にできるので、で、スーパーセットで分けてるので、無酸素運動って45秒間ですけども、はい、1回終わらせて三頭筋に行っているので、そのエネルギー効率もちゃんと無酸素運動でできるので、7秒間っていう域には入れますね。はい、であと、ドロップダウンのセットについてはですね、これは、例えば100キロ、100キロ、80キロ、60キロの方が安いかな、下げて、場合に100キロしか効果がないんじゃないかっていう意見があると思うんですけども、これは例えば100キロっていうのはですね、この限界の重さなんですけども、その分スピードがちょっと遅くなるんですよね。そうですね。はい。ですから、このスピードの域の限界値の重さの方がメインに行ってるような気合比の一番の7秒間と、すぐにまたインターバルをほぼ取らない。ただ、インターバルは取らないと言っても、一回ラックオフしているので、エネルギー効率としては無酸素運動にまた入れますね。一回、ちょっとの10秒、20秒ぐらいは経っているので。で、エネルギー効率としては無酸素運動なんですけど、今度ちょっと80キロでやる場合はですね、今度スピードが速いわけです、もうちょっと。そうすると、重さとスピード、今度スピードが若干勝ち気味の、刺激が、そこで入れられる。そこの限界値。それとあと軽くしていったときはですね、もう今度は、60キロでさらに速いスピードになるわけですね。この、だからスピードを変えていくことによってですね、様々なこの3個の角度のですね、追い込みができるわけですね。そこ、それぞれの重さと速さに対する限界値が出せるので、それを、
まとめてやってあげることによってオーバーワークになりづらく追い込めるということで、ドロップダウンって非常に有効ですね。すごい。ドロップダウン、それぞれである意味超えてるってことですか？そうですね。で、あとアドレナリンもマックスで出てくるので、はい、で、まあ、1セットってカウントしてるんですけど、実際は3個の角度で、例えば、インクラインベンチと、フラットベンチとディクラインベンチをやってるのに近いような状態がそこで起きるわけなんですよね。スピードと、速さの、ちょっとベクトルが若干違うわけですよね。スピードじゃない、スピードと重さですね。はい、重さとスピードのこの比率がちょっとずつ違うので、うん、その3個の角度で変わっているのと、同じような効果が出せるわけですね。なるほど。ただ、はい。は、1セット、2セット目は今まで通りやって。そうですね。最後のセットだけドロップダウンを使ってあげることによって、ヘビーな重さでやれば、バルクアップ、神の七秒間と呼んでるその領域に全てのセットで入ることができる。ただそれをいっぺんにやることによってオーバーワークを防ぎやすいっていうこともありますね。あとアドレナリンが出やすい。で、その後にパンプアップ。でも同じドロップダウンセットでもですね、パンプアップ重視する場合は軽いとこからセットすれば、またパンプもしやすくなりますよね。ですから、そっちのイメージが強い人は、軽くしていくんだから追い込めてないじゃないかって考える人が多いと思うんですけど、インクラインベンチ、フラットベンチ、ディクラインベンチが全て追い込めるのと一緒で、重くて、遅め、速くて、中ぐらいの速さで中ぐらいの重さ、一番軽くてハイスピードのこの3個の角度を追い込んでると考えてほしいですね。なんかすごいですね、それは。ね、そこでなんか納得ができないっていう人がいるかもしれないですけども、実際にでもそれで、多くのボディービルダーはサイズアップしてますので、この現象としてですね、起きてることですので、この3個の違った刺激を入れることにバックアップすることというのは間違いないので、やったことで大きくならないっていうことはありえないですよね。ちゃんとそういう現象としてみんなが昔から使ってて効果を出している方法ですので、効果は出る方法なので、これは例えば科学が今の科学でこうだから違うんですよって言っても、その科学の方が間違ってるはずなんですよね。ですから、よく昔から、科学者の意見と、ボディービルダーのトップの人の意見が違ったりとかする場合があるんですけど、50年も経てばボディービルダーの方が意見が正しいっていうことはほぼ 100% 決まっているので、これは、世界トップのボディービルダーたちがやって効果を出しているってことはですね、世界中の人が実験をやった結果なわけなんですよ。ですから、これをやったら、必ず効果が出てるっていうことを分かりやすく後付けしているだけの話なので、このドロップダウンセットによせよ、スーパーセットにせよ、これで効果が出てる人は世界中に、たくさんいて、しかもトップクラスの人がみんなそれを取り入れることによって成功しているので、間違いなく効果が出る方法なんですよね。やり方を間違えなければ、バルクアップもできるし、そうですね、パンプアップもできるってことですね。はい、からなんか、ついつま合わないっていうことをいろいろ考えて、変に、これはやらないとかっていうふうにしてしまうと、実際の効果が出ないので、僕たちが進めているのは、必ず効果が出る方法をやっているので、何が一番大事かっていうとですね、これをやったら効果が出るっていうことなんですよね。だから、効果がなかった時に考えなきゃいけないんですよ。言われたことをやったけど効果が出ないんですけどっていうのであれば、どういうふうにやってるかっていう分析をして、ここの角度がちょっと違うとか、このスピードがちょっと違うとか、取り入れるタイミングが違うっていう修正をしていくのが正しいこの修正の方法であって、まず効果が出るか出ないかっていうことが、効果が出てるのにこれ違うんじゃないですかっていうことは、いや、効果が出てるからいいですよっていうことになるわけですよね。ですから、疑問を持つとこっていうのは、やっても効果が出ないことに疑問を持つっていうのが一番大事ですね。それを後付けでこうだからっていう解説をしていってみんなに分かりやすく説明してるわけなんですけども、そこの、何ですか、理論の方で頭でっかちになりすぎないように気をつけた方がいいですね。確実に効果が出るか出ないかっていうことが一番大事なので、やってて効果が出なかったら、とにかく考えなきゃダメです。絶対に間違いがあるので。ただ、効果が出ることに対して悩みすぎるのも良くないですよね。わかりました。じゃあ皆さん、プログラム購入者の方、特に、正しいことをお伝えしているので、そうですね、実践して出なかったら
そうです。これをやってるけど効果は出ませんという時は、じゃあここをこうしてないですかっていうことになって修正すると必ず効果が出るはずですので、効果が出ないっていうのは必ず間違いがどっかにあるわけですね。筋肉が作っている化学反応なので、化学反応が起きないってことは、どっか、間違っていることが起きているわけですから、その化学反応を正しく起こすために、ここを、酸素を注入しなさいとか、風をシャットアウトしなさいって言って火をつくわけなんですけども、効果が出ることに対しては、あんまり頭でっかちになりすぎると、逆にストレスが溜まったりとか、細かいことを考えすぎて効果が出ないってことになるので、効果が出なかったことに対して深く考えるっていうのが重要なポイントですので、ぜひそこを目を向けるようにしてください。わかりました。じゃあその考え方で、はい。日々ワークアウト取り組んでいきたいと思います。はい。本日もありがとうございました。